これ自身にとっても大きな何か経験、これからにつながっていくんじゃないですか。最高の思い出ですね、はい、ありがとうございます。まず報告をしましょうか。やったぜ。今日初めてのオールスターになりましたが、あのホームランダービーでの柳田選手のピッチャー役から、そして9回の最後まで本当にフル回転でしたが、今日はどんな一日になりましたか。ピッチャーが一番緊張しました。ただ明日も思ってしっかり投げます。それでは松山のファンも多くなっています。明日に向けて最後に一言お願いします。これだけ の、 スターの方たちの中で、やれることの幸せをかみしめながら、明日も松山で、もっともっといい試合を見せられるように、精一杯プレーしていきたいと思います。今日はありがとうございました。一般社団法人日本野球機構よりトロフィーと賞金3000